ご覧いただいているのは1988年日本シリーズで落合博満氏が各体現氏からライト前ヒットを放った映像だが、落合氏は各氏からヒットを打っているものの各氏を苦手にしていた。事実、落合氏が2年連続三冠王を取った85年と86年の各氏との対戦成績は12打数1安打と完全に抑え込まれている。だが落合氏は自身の全盛期、1986年4月に発売された著書「なんと言われようと俺流さ」で各体現氏についてこのように語っている。パ・リーグでピッチャーの目玉といえば各体現だったが、彼は変化球ピッチャーだ、まっすぐはあまり投げなかったもの、変化球でカウントを取ってまっすぐを遊び玉にして変化球で勝負するピッチャー、まっすぐは速いと言われていたけどバットに当たるんだからそれほどでもなかったんじゃない、本当に速くて力があったらバッターがまっすぐを待ってても当たらないものだと。つまり落合氏は各氏のストレートはそれほどでもないとこの時言っているわけだが、実はこれは落合氏の作戦かもしれない。なぜなら落合氏は近年になってラジオでこのような発言をしているからだ。俺はやっぱりすげえなと思ったのは各体現、これは俺はどうやっても打てんと思った。あのまっすぐとスライダーは同じ球速で来たらこれは打てない、それはすごかったと。つまり落合氏は現役時代と現役引退後では各氏のピッチングに対して違うことを言っているのだ。これは私の考えすぎかもしれないが、ひょっとすると落合氏は現役バリバリの時に出した本の内容、つまり各体現は変化球ピッチャーでありまっすぐもそれほどでもなかったんじゃないという内容が各氏に伝わることにより各氏がムキになり、落合氏に対しストレートを対応してくるように仕向け、それにより落合氏は狙い球が絞りやすくなればいいなと思っていたのかもしれない。要するに落合氏は本に書くこととはいえ野球の結果に結びつくような書き方をあえてしていたのではないかと私は思う。私の予想が当たっているかはわからないが、落合氏が現役バリバリの時に書いた本、落合博満帳、なんと言われようと俺流さには、そのような現役引退後の発言と違う文章がいくつか見られる。落合氏はグラウンド以外の場所でも野球の結果に結びつくよう最善の努力をしていたのかもしれない。野球とは勝負の世界、駆け引きの世界、食うか食われるか、勝つか負けるかしかない、そんな世界でそのようなことをしていたとしても何ら不思議ではないと私は思う。